コメント返しです。中田浩一さんって読むのかな、この方は。小松美穂さんのファーストアルバムなどで6曲アレンジされてますが、そうなんですね。はいはい。その中で、錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう。この街で君と暮らしたいは、明らかに葉山さんはギターを弾いてるのですかと。実際クレジットにはギターとキーボードが葉山さんになってますと。はい。明石さんのアレンジだと、大概鈴木さんが担当だと思うんですが、これはミックスの段階でエンジニアが葉山さんのテイクに差し替えたからということでしょうか。まずね、そもそも、エンジニアっていうのはね、そういう、差し替えるという権限はないです。プロデューサーっていうのが、それをやるんです。で、ビングという会社は、っていうかまあ、どこでも、だからレコードの制作っていうのは、これに対して、このベーシックに対して、ギターを誰を入れようとかっていうのは、全部だからプロデューサーが考えるんで、基本的にはそのベーシックのアレンジのメンバーとかは、僕が考え入れたりとか、これを使えって言われたら、はいって使いますけども、まあ僕のアレンジは、だから基本はもう初期以外はずっと、だから鈴木くんなんですけども、ミックスの段階でというか、プロデューサーが、だからそのミックスのよりも前の段階とかで、あ、これに葉山のギター入れろとかね、葉山にこれにあのギターとキーボード入れろとか、あとはね、錆びついたマシンガンはね、チェンバロとかでなんか割とバルクで、チンカンチェ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